記者の渋です。ザカオンと本日の企画、皆さん、思い出は大切にしてますか？いや、してますよ。してますよ、もちろん。もう覚えてますよ、実際。そういうグループですから。本当に覚えてる。絶対的なチーム力が必要。僕が敵です。で、みんな、3人が仲間。この企画、今日で終わらないんですけど、本日の企画、メモリー鬼ごっこ。メモリー鬼ごっこ。お題を一つ決めます。はい。はい。うん。そこしか逃げる人は逃げちゃいけません。そのお題を決めるのは逃げる人です。要するにそこに行けば必ずそのエリア内にいるので捕まえられますよねというゲームでございます。なるほどね。ただ思い出っていうからには結構エリアが広いんだろうな。そうです。ここって言っちゃったらそれは面白くないんで、チームとして長いじゃないですか。長いな。僕が例えば年末年始というお題を出した場合は、みんなの頭の中にどっかが出てきてるはず。まあ実家とか、そう、土手とか、スーパーとか、そこのどこかに僕はいます。東京とか、まあ日本を使った隠れ家です。やばー、規模でけー。まあでも今日はね、さすがに第1回なのでむちゃくちゃなことはしないです。お願いしますよ。まあ今お題を僕が考えたので、それを言います。はい。明日になったら僕そこに17時ぐらいにいるんで、まあ皆さんはまあ16時ぐらいをめどに家出てもらえれば、まあ大体僕は夕方にはそこにいると。なるほど。いいね。ちょっと日が暮れるまでに捕まえたいね。そうです。お題の場所に必ず逃げてる人はいます。皆さんで取り囲んで捕まえると。タッチしたらしない。終わりです。そうだよな、見つかってもタッチできないもん。要するに俺をどうにかしてその場所を突き止めてタッチすれば OK。 はい。で、3人の脳あれば俺ら何人いると思ってる。そういうことだよね。だフィッシャーズで12年経つけど、出会ってからもうちっちゃい頃だから。そうだね。もう約20。これで見つからなかった時よ。ちょっと一回テストしてみようか。テスト。お題を出します。はい。年始の朝。もうこんなせーので言って。じゃあせーので場所言える。せーの、土手。え、嘘でしょ。お、あれ、え、あれ、俺は荒川って。え、俺砂原って言った。あ、土手。今僕が言おうと思ったのは砂原です。じゃあ1人だけ。だから1人見つけられない。ごめん、ちょっと待って、年始土手行った。年始はあそこじゃない。確かに年末だもんね。そう、年末じゃない。あれ、どっちか出たよ。でもお前こういう時多数決になってこっちになっちゃうんだよ多分。確かにね。ああ、そう、これが難しいんじゃない。そうだね。どこ逃げよっかな。いや、明日晴れとは限らないから。そうなんだよね。雨の中戦うの。それもちろん。やば。にわか雨。にわか雨は晴れです。晴れです。にわか雨は晴れです。にわか雨はだって雨のにわかなんだから、それ晴れです。決めました。はい。では、いきますよ。うん。僕が明日、逃げようと思っている会場をお伝えします。逃げる場所、生放送をした。うわ、わかんねえ。いっぱいいるよ。その場所を生放送した。生放送しました。生配信だな。まあ、大体、まあ、19時ぐらいには、その鬼ごっこもう終わりますんで、日が暮れたら、日が暮れたら終わりなんで、まあ、大体16時からなんで3時間の猶予がありますね。あ、なるほどね。俺らの歴史が長すぎるからこそむずいよね。そうっす。いや、いっぱい場所あるよ。最初一発目だけはさ、それぞれ思う場所行ってみたい。じゃあ僕を見つけ出して捕まえてください。はいはい。それでは明日戦いましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、決戦当日です。今日、僕は今からね逃げたいと思います。僕今これね、あの自分の家なんですけど、生配信をした場所って、告げてきました。僕がね行きたい場所は生配信をした場所、ツイキャスってあるじゃないですか。昔ね僕ツイキャスやってて、まあもうやってないんですけど、僕の、悪口を言うツイキャスっていうのをね自分で開いたことがあるんですよ。で、僕ねその自分の悪口を言われることってそんなに嫌じゃなくて、まあそれだけね吸収できることもあるからって意味で、メンバーからちょっとストレートな俺への意見っていうのは聞きたいなと思ってですね、僕の悪口を言ってくれって言ったねキャスがあったんですよ。メンバーもね、まあなんかちょっと渋々って感じだったんだけど、その時ね僕に対するね、こういうのが嫌だったなとか、こういうところあいつあるよねみたいなのを生放送で言ってくれたんですよ。それをした公演が僕のね地元葛飾にあるんで、そこに今からね行きたいと思います。俺の中ではすごい記憶に残ってて、ああいう回があるからこそまあ腹割って話せるっていう、今でも覚えてる。ベンチに座ってiPhone を片手にねツイキャスやってたんですけど、ちょっと今から行きたいと思います。だいぶ前だからな、あれもな。ちょっとそれをね思い出せる場所に今からね帰りたいと思います。この思い出を大切にしているんだったらあいつらは来れるはずです。それでは行ってきましょう。翌日翌日
もうあいつはもうどっか行ってるでしょらしいです。なんか一箇所自分の行きたいところ行って、うん、でその後相談する感じですちょっと相談してみる、まあ、それでいたらラッキーじゃんね、うん、なんとなくあるでしょ。いや俺、あいつ相当昔のこと言ってんじゃないかなと思ってて、いやなんか俺それに関しては俺途中でダホとマサイ頼りになるとこあって、おお、あれまださ YouTube って3年目とかだから、その最初の頃の生配信に立ち会ってないから。確かにツイキャス、あーあーそのパターンもあるじゃん。そうそうそう、生配信ツイキャスをしてる時代俺すげえ今ね、俺もそれ思った。うわ懐かしい。だから YouTube とは言ってないもん、ね、そう、あいつって思い出話するとマジで昔の話を持っていくんだよ。そう、いやでもね、本当にそれ覚えてないのよ。え、俺はもう決まったわ、じゃあ今俺も一箇所とりあえず一個目やけど、これででも一発目で見つかったら俺はすごいと思うんだよね。そうだ、いやもうそれはそれでいい動画じゃないね。でも逆に一発目見つかんなかったらいよいよやばくない、どこだってなる、うん、結構最初から当てる気でいくからね、うん、出発 GO 来ました、中道公園です。ここここここでね、生配信してましたね前。うわ懐かしい、ここ多分その時以来来てないから、ここにはこの席に座ったのはその時以来ないね。ここね、葛飾区にありますね。ここは青葉中学校ってね、中学のまあちょっと目の前あたりにある公園なんですけど、この辺の子供たちはみんな来るみたいな、そういった公園ですね。ちなみにね、あの初代アスレチック公園がねあっちにあります。結構この辺ね公園多いんですよね、僕らの地元って。さあ見つけられるかなあいつらは。今日雨って聞いてたけど、やっぱ俺が撮影って決めると晴れるな。むちゃくちゃ景色いいな今日。せっかくだからこの辺練り歩くか。ここむちゃくちゃ思い出あってね、僕がねコークスクリューとかバタフライツイストっていうアクロバットの技があるんですけど、それをね練習したのもこの公園の、しかもねここです、ここで練習してました僕。うん、アクロバットの練習ここでやってましたね。夜ね時間空いたら僕ここの公園来てね、ここでトレーニングとかしてたんですよ。ちなみにここね、あの卒業式の日にね、あの卒業式終わった後にここ来て、そこでねあの2番っていうね、ボールを2バウンドさせたらいけませんよってサッカーのミニゲームをねフィッシャーズでやりましたね。みんなでもんじゃ食いに行ったんだよね。あいつら来るまではもうちょい時間あるだろうから、うん、どうしよっかな、座って編集でもしようかな。ダホはでもねこの辺を車で通りそうな気するわ。これであいつらがここ当てられたらすごいわ。誰が一番最初にここに来るかな。ちょっとマサイな気もしなくもねえな。ここにいるか今日で俺が全滅できんじゃないか。取っ手についた。いやもうここでしょ、あの場所に行けばいるんじゃないと思う。いやでもさっきなんか車の中でも言ってたんだけど、俺生放送そんなに携わってないから今まで、あんまり生放送としての思い出があんまないよ。ここに来ていろいろ考えたりとか整理して次につなげたこと、まあシルクがあるってなんか昔言ってた気がするから、シルクが企画したやつなんでこんな天気良くなんだろう。他のみんなもう着いたんかな。到着しました。でダメなんだけど、あの向こうにいるかなっていうのあって、まあ、そこいなかったらちょっとメンバーに連絡します。ここがこの Google マップでも出てくるフィッシャーズ誕生の地です。あ、いないな。ここにはおさらばなんですぐ行きましょう。土手はね、いなかったけどね。まぁ、ちょっと次の候補あるんで。はい、ただいま移動中でございます。ナホです。今、フィッシャーズ号で僕一人で移動してるんですけど、いや、さすがにね、ちょっとシルクロードのことなんで、まぁ、今回この企画が初回ということで、地元出してくるんじゃないかなと思うんだよね。やっぱり僕たちが YouTube を始めたのも友達から始まって地元で出会ってってところからスタートしてるから、でなんかマサイとザカオも、うん、多分ね地元らへんに向かってると思うんで、まあかぶんなきゃいいかなと思ってるけど、いやなんかいきなりもう一発目からもうここだなってところにもう早速行きます。もう1回目から当てに行きます。僕は自分の記憶の中にある一番古いなんかこう生配信生放送した場所のところに今から行きます。まあ、シルクはやってくれてたけど、みんなで YouTube やっていこうってタイミングじゃない時になんか生配信した記憶があるんですよ。みんなどこ行くんだろう。あえて打ち合わせなしで出ちゃいましたが、皆さんに報告とお詫びがございます。連日撮る撮影にもかかわらず、ダホ午前中に髪を切ってしまいました。申し訳ございません。つながりを考えていませんでした。これね YouTube やってて一番やっちゃいけないやつ、次の日で全然見た目違うやつね。あ、いないわ。このね赤いねレンガのところ、まあ、なんか僕ら赤レンガ公園って呼んでたんですけど、たまにね集まったりとかして夜、いやここかなと思ったんですけど、ここにもいないと。今ね、だいたい綾瀬のエリアに着いたんですけど、僕の思う、その思い出の場所、
いや、ここなんじゃないかなと思ってて、 YouTube じゃないんですけど、僕たちがまだね、そのいわゆる駆け出しと言われてる頃にツイキャスっていうアプリで生配信ずっとやってたんですよ、僕たち。もう何年前、7年ぐらい前の話かな。よくやったんで、そこでめちゃくちゃね、思い出あるんですよ、そこのカラオケには。要するになんかそこにシルクロードがいたら勝ちってことだよね。到着。多分ね、お店の中にいないと思うんだよね。ちょっと歩いて行ってみよう。いや、ここね、よくいたんだよ、とか、カラオケ終わった後とか、いろいろたむろしてたんすよ。あの、常識の範囲内で。いや、いきなり当てちゃうよ、僕は。そして天気がめちゃくちゃいい。いや、シルクロード持ってるよな。今日、午前中、もう嵐だったんすよ。いや、僕の勘だとここだと思うんすけど、いや、絶対ここでしょ。いないの？あ、いないんだ。俺たちの思い出だろ、ここは。まだ来なさやな。ダホが車かな。いや、マサイも車で来そうだな。ザカはタクシーかな。なんか車が通るたんび怖えんだけど。こちらマサイ号です。スイキャスの撮影した公園がその地元付近にあるんですよ。可能性としては 45% かな。結構高い。あ、隣にいるのはハクです。いや、いると思うんだ、あの公園に。本当にフィッシャーズが初期の頃座れるところがあって、今あるか分かんないんだけど、テーブルもあったんだけど、そこにこうみんなで座って夜とかね、あのツイキャス配信してました。配信したってなるとそこなんじゃねえかなって自分は思ってますよ。飲み物買ってこなかったよ。ポケカ買いて。いや、買いに行けてないんだよ最近。あ、買いに行く買いに行くっつってんだけど行けてねえ。全然やべえ、編集に集中できねえ。来るんじゃねえかと思ってるから全然編集できん。足音が聞こえるたびに振り向いちゃうんだけど、全然違う女の子だった。なんか子供たちが今カエルを見つけたっぽい。ここにいるカエルは何だろう。引き返るかな。そろそろなんか動き出しそうな気するな。ちょっと待ってるか。いや、なんかそろそろ来る気してきたな。絶対来るな、そろそろ。さあさあ、着くぞ着くぞ。シルクロードよりまずパーキング探し。いるかな。お、やばい、車来た。行きます。いた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 。やっぱ合ってる。どうしよう。一発で見つけちゃったよ。やべえ、マサイいた。今マサイと目合ったわ。どうしよう。尺的に大丈夫なのかな。やっぱか。いや、俺すげえ。俺すげえわ。やばい、今マサイ来てた。今のね、タイヤの音がマサイだ。これはやばい。バレたバレた。マサイいた、マサイいた。やべえ、あいつ車置いてくるはずだ。隠れなきゃ。絆ですね。絆しちゃいましたよ、本当に。むちゃくちゃパソコンいじってたもんね。あいつ中道公園で編集してるよ。おい、どこいんの？え、そっち着いた？あ、俺着いて、今パーキングいる。誰もいない。そこどこ？誰もいない。ね、綾瀬のカラオケ。あー、はいはいはい。で、一番なんか俺の中でパッて思いついたのがここだったのよ。はいはい。思いついたいというか、うん、なんか俺の中のメモリーは完全にこれだったんだけど。うん、ザカオからなんか聞いた？え、ザカオね、電話出ないんだよね。出ないの？全然出ない。いました。おー、いい。いちゃったんだよ。あ、じゃあ俺あえて場所聞かないよ、それ。うん、どうする。じゃあ俺とザカオそこにちょっとノーヒントでたどり着くようちょっとやってみるわ。わかった、俺もうそこにいるから。え、もう行っていいよ、そしたら。じゃあ行って、俺らはもうそのマサイが見つけたらもう来たから。うん、それちょっとノーヒントでなんとか見つけ出すわ。わかった、待ってるわ。ザカオにも言っといて。うん、よろしく。おい、じゃあね、待ってるよ。すげえな、おい。一発だった。どこ。じゃあ行くか。やばいな、多分その辺に今置いたぞ、車。あの車の音は絶対的にマサイな気がする。俺に気づいてるかどうか分かんないけど、でも一応公園の中見てたんだよね、今。マサイと助手席にハクがいた。カメラマンでね、多分ハクがいたんで。場所がバレてもとりあえず捕まんなきゃいいからな。でもここ逃げるってなったら結構限りあるな。マサイ一人にバレたとしても、とりあえずあの、あいつから捕まんなければいい話だから、逃げ続ければいいんだよ。ただ他のやつに連絡を取るっていう手段を取られた場合は、後々から2人追加されるから、そこからが本当の戦いな気がする。マサイ一人にだけは捕まっちゃダメだ。なんとか隠れられる場所に、わざわざ見つかりやすく立ってない方がいいな。ここにいよう。
まあシンプルにここで見つかったらもうただの鬼ごっこの勝負になるからな。ただの鬼ごっこの勝負にもつれ込んでも一人だったらいけるか。19時まで持つかな。膝がね、あの昔から僕ちょっと怪我してるんですよ。それがあの午前中雨降ったから痛え。堀切です。地元です。超地元葛飾区の堀切にいます。公園で編集するのあいつぐらいだろ。この辺だとノスタルジック。もう見つけてしまったから私は。いるんですよ。もう見つかってるんですよ。あ、やっばやべえ見つかったやっぱ来るか、あいつだと思ったよ。お前なんで公園で編集してんだよ。車の音で分かったわあまりにも早すぎるから俺も一発で見つけたのよ。いや、いいぞ別に。お前とワンオンワンで10分間ぐらい勝負しちゃっても。やっぱ鬼ごっこやるんだよ。鬼ごっこやろうぜ。まさかお前とワンオンワンする時が来るとはな。始めるぜ。来い。よし。あー、べちゃべちゃべちゃ。あいつわざと土選んだな。逃げろ逃げろ。くそ。おい、土。あ、べちゃべちゃめちゃめちゃ。おい、久しいなお前この公園で撮るの。ねえ、子供に気づかれた。ツイートされたら終わりだ。そうか、そういうリスクもあんのか。目丸目丸なんで手挙げてんの。俺がそのさっき前振り取ったんだけど、ツイキャスって言わなかったらあいつツイキャスを思い出してなかった。ああ、そういうことね。あ、それもあったかってなったから。一番最初に来る人は誰だっつって俺ここでねずっと編集しながら喋ってたのよ。ああ、どうせマサイが来るっつってしたら聞こえたんだよ。はーっていう車の音が。電気のな、電気のモーターのシルクロードの悪口ツイキャスをした中道公園だ。これはあくまで鬼ごっこだ。おしゃべり動画じゃねえ。君を捕まえなければな。彼らが来るまでは持ちたいな。おお、ザカさん土手行ったって。あ、ナイス。じゃあまだかかるわ。あ、土手からここ来るのはかかるな。土手からのここは結構かかるよ。うん、いやでも多分地元にはいると思うんだけどね。んだほの実家とかだったらいやありかなと思ったんだけど、もう実家なくなっちゃったから。そう、前に動画でも出したんだけど。だしみんなねそれぞれ実家も引っ越しちゃったから、シルクマサイんだほに関してはそう、ちょうど同じタイミングで引っ越しちゃって場所もなくなっちゃったから、どこにいんのかな、わかんないマジで。あ、この綾瀬のコッペパン屋さんおすすめです。本当にわかんない、どうしよう。砂原かな。なんかこういう系の企画僕結構得意なはずだったんですけど、マジでわかんない、どうしよう。マサイもう見つけた、すげえじゃん、一発じゃん。まあ、そういうやつ一人ぐらいいないとね。やっぱウームのホームページ開くとなんか思い出パフォーマー集団みたいな風に書いてあるんですよ。やべえなマジで、今思い出もパフォーマンスもない状態ですんだほう。さてどうしよう。あ、もしもし。あ、もし。マサイと電話した。電話来てないよ。いや、あのさ、そう、俺今さっきマサイと電話してさ、もう見つけたんだってシルクロード。え、あいつ一発で行ったの。一発、まさかの一発で、で俺あえて場所聞かなかったのよ、その場所。だからちょっとあえて場所聞かず俺と坂尾でそこちょっと突き止めようみたいな感じになってんだよ今。あー、オッケーオッケー。なんか他に候補ある？俺マジでないのよ、もう思い出せない。それは生配信の記憶はあんまないから俺自体が。そうだよね。それをなんか決心してそうな場所、それをやるぞって決めた場所を当たってたんです。なるほどね。じゃあちょっと俺次砂原行ってみるから、雑貨はちょっと違うとこ行ってみてよ。そう、上千葉砂原公園っていうあの初代アスレチックの公園んーなんじゃないかななんて思って今とりあえず向かってるんだけどね。もしもし。あ、様の携帯電話でよろしいでしょうか。はい、です。この辺ってご在宅ですか。あ、多分あの僕ちょっと出ちゃってるんですけど、家の者が多分いると思うんで、はい、お願いします。すいません、失礼します。めちゃくちゃ宅配の電話だったわ。今ちょっと停車してます。いないな、全然いないじゃん。ねえ、もうここぐるぐるすんのやめよう。絵変えたい。絵変えたくない。大丈夫だよ、人来れば絵変わるから。じゃあそれまで休戦じゃねえか。そうだよ。ここぐるぐるしてる間どうせあいつらがなんか絵作ってるよ。あそこにねシルクロードがいる。
まあ一旦離れてもろてもいいですよ。お前編集する？うん、分かった。うん、離れて。じゃあ編集頑張って。うん、まああいつらは待つんだな。仲間を信じろ。いや必ず奴らは来るはず。まあよくでも見事当てられたもんだよ。それだけ多分記憶に残ってんだろうな、あの配信。ここで配信したのなんて多分 1,2 回だぜ。それでも覚えてるってことは多分相当印象深かったんだろうな。まあそりゃそうだよな、自分の悪口を言ってくれっていうキャスを自分で開いてんだからな。マジで今日あそこのグラウンド入れないのでかいな。逃げられねえ。いや多分さすがにまだ来ない。あと2時間あるわ。あと2時間でマサイだけなら勝てる気するな。え、てかうちの親父いいんだけど。でも俺親父だ。ちょっと待ってて、親父のも行ってくる。何やってんの？何やってんの？お前が何やってんだよ。まさか親父に会うとは思わなかった。今偶然公園に来たら息子がいた。せがれが、せがれ、息子がいました。俺まだ帰りたくないんで入れてくれる？俺別にいいよ。かつて生配信した場所っていうヒントだけ出して、うん、そこに来て俺を捕まえられたら勝ちっていうゲームやってんだけど、したらね、マサイだけ当ててね、今その辺うろちょろしてる。え？おかしいおかしい。なんでシルクパパいんの？どうだ、親父を使ったブロックだ。あ、使った。シルクパビール。使われた使われた。シルクパパに使われた。いや、なんでなんで。どういう状況？シルクロード捕まえようとしてるんですよ。そしたら今シルクパパに止められてる。これ。ちょっとイレギュラーすぎる。よし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 。お前、俺の車来るか。エアコンが効いて涼しいぞ。大丈夫、夏強いんだ俺。充電できるよ、車。あ、マックス。あ、クソが。誘えねえこいつ。自動車行こう。行かない。俺もともとあんまり行ってない。マジイレギュラーすぎたな。シルクパパ。もうシルクパパいねえし。この茂みさ、隠れられると思ったけど、クソ丸見えだったわ。いや、とりあえず挟み打ち上げされなければまあいいや。ここででも見つかったら3人に囲まれるって考えたらやばいな。んだほは総力で多分追っつけないし、横の動きには弱いはずだからいける。ザカオがまあギリ走ってこようとするが、多分だけどマサイの方が速い気がする。以上を加味するとマサイの方向から逃げれば逃げれると俺は踏んだ。上千葉砂原公園誰もいないじゃん。嘘でしょ。え、公園来たの。え、このなんか土管の中とかは、あ、いないの。うわー困ったな、それは。え、やばいじゃん、マジでいないじゃん。マジで見つからない。19時までのタイムリミットだとするとあと何分なんだ。あと2時間ないぐらいか。全然いなくね。マジでいない。じゃあはい、田本坂を合流しました。もう青葉公園かな。青葉公園じゃない。もうそれしかないよね。いや、もうこれでチェックメイトでしょ、うん、いくらなんでも。あー懐かしいな、俺らの幼稚園ね。望遠望遠あやみ幼稚園。俺と坂尾はこの幼稚園で育ったんだよね。ね、おい、いなくない青葉公園着いたけどさ、うん、ガチでいなくない。あ、どうもこんにちは。こんにちは。カメラマンですか。カメラマンじゃないの。すごいな。完全に俺スタッフちょっと面白いこれは。さすがに面白いね。ザカオくんって名前なの。結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚してくれってやっちゃった。シルクロードがかくれんぼしてて。え、そうなんですか。え、でもこの辺じゃないと思うんだけど。今日いなかった。そう、ここ来てない。はい、ずっと遊んでましたけど。本当？じゃあ一緒に探します。お家に帰りなさい。カメラマンですか。最高だよね。ザカオテンで、あー結婚してください。楽しい。少年少女に会って元気は出たものの。元気は出たけど、マジで本当に分かんなくない。だって日没のタイムリミットが近づいている。いや、あそこのセブンイレブンとかは。あ、確かに。もうちょっとそういうさ、近隣の探し方しようよ。うん、だってあのセブンイレブンもまあ行ったべ。まあ行った。でも生配信したかって言われたら分かんないな。そうだね。うわ、いないよ。やばい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 。え、いないいない。もうこうなってくるとマサイがすごいわ。すごいわ。もしもし。もしもし。今ザカオともう分かんないから合流しちゃったのよ。でもう片っ端から候補の場所全部調べたの。本当に？そう、それでも全然いなくて。で、ちょうど今からヒントをもらおうと思って。待って、いた。え、いた。嘘。え、いた。嘘。いた。え、嘘。いた。やっべ、バレた。いた。おい、来た。いるやん。いた。チキショー、来やがった。うわー、やべやべやべ。すごい、こいつ捕まえると頑張ってたんだから。ヒントちょうだいって言って曲がったらいたわ。いやー、じゃあ周辺は全部探してたんだよ。よっしゃ、行こう。どういうあんの、この配信だと。よーし、やっといたわ。めちゃくちゃ時間かかったよ。
めちゃくちゃ探したね。さすがにこの公園の人の1対1無理すぎるから。あ、何、まだ捕まえてないの？やっぱりこっからあいつはタッチしなきゃいけない。タッチしなきゃ無理。あいつ逃げるから。やっぱなる。ちょっと早く捕まえて、なんでここが生放送なのかちょっと突き止めないとね。俺は知ってんだけど。でも最後にあいつに答えてもらおう。捕まえて、よし、やっと見つけたぞ。あ、いねえ。あいつさっきまで追ってたんだけど隠れ始めたから、ちょっと探すぞ。あ、そうだ、あ、そうや、あれ、あ、そうだ、いた。もう3人いれば強えぞ。それはきついぞ。よし、いや公園で1対1きつかったわ。捕まえるぞ全員で。仲間って大事だよな。はい、はい、こっちだ。仲間も走って。懐かしいな、お前とこの公園でこんなことすんの。いや、これはいけんだろ。お前絶対ジャンプするの分かってるぞ。分かってる分かってる。これはいけんだろ。いっぱいだ。まさかこの時間で見つかるとはな。うわ、やばいやばい。あー、もうダメだ。ほら、せっかく三角形で取り囲んでたのに。よし、ナイス、どこ。待って、待つんだ。あー、嘘でしょ、マジで。で、知ってるぜ。やばいやばいやばい。こっちだ。うわあ、ああ、相変わらず早いの。マスク切れた。買いに帰る。一人で逃げるの寂しいの。これは心もとないね。あ、滑る滑る滑る。あ、3対1だぜ。常に後ろがあるところに行こう。わあ、やべえ。さあ、体感あんな、やっぱやばい。きついきつい。通常の鬼ごっこだったらもうスーパープレイよ。そう、なかなか捕まんないな。いやー、追い込んだぞ。早い。この土のぬかるみやべえ。午前中雨だったからさ、帰るか。ちくしょう、なんで捕まんねんだ。ふざけんな、マジで。よし、今だ。踏めない。捕まんねんじゃないな、マジで捕まんない。まさかあんな早く見つかるとはな。うわー、やばいやばい、きっつー。
やばい、終了。おっしゃいや、めっちゃ知った。最後どこ探したの？カラオケに行って、あの綾瀬の、はいはい、追加するかってやったね前にとか、それぞれの元実家だったりとか、うん、あと砂原からナイジェリア公園から、懐かしいナイジェリア公園もう各エリアいろいろ点々としてここまで来たわ。座間は土手行ったんだよね。そう、俺はね土手行って赤レンガの公園とか、あーオッケーオッケー、あそこね、そうそうそう、赤レンガで合流したんだよ。合流した、生配信でここ出てきた。初めらへんの頃ってやっぱここでやってたから。あ、ほんと、そう、ヒントでね、直近じゃないよって言ったからね。いや、そう、まあ、すごいね、すごいね。 45% の確率って来たんだけど、うん、その45当てちゃった、ね、聞いたね。そう、その残り55は何だった？どうだった？荒川とか。ああ、俺と同じだ。そう、なんで45なんだね。いやー、頑張った。1時間ぐらい探したわね。車で通ったの、うん、明らかにこいつなんで分かるシルエットがちゃんと編集してんのここで編集してた。そこでフードかぶってずっと編集してた。マサイがこっち来た時、はーって車の音がしたのそれで、あ、マサイだって。あ、ハイブリッドの音だ。ハイブリッドの音で。いや、なかなか面白かったよ。ずーっと一人でいて、いつ来んのかなーつって。まあそうだよね、まあ、来るタイミング嫌だけど、あ、来たってなる。まあ確かにそうだ、ね、待ってる側も楽しいわ。ちなみに俺と座間はたまたまここを通りました。マジでわかんないねって言って、ね、で、マサイにちょっと電話してもらったタイミングでそこの横たまたま通ってたの、ね、よ、うん、で、パッて曲がったのお前らいる。そう、3人集まった時の絶望感やべえ、ね、終わったわみたいな。今回は僕の負けです。あなたの勝利です。いや、3人来てくれてマジ嬉しい。思い出をちゃんと思い返したってところが出なかったよね。そうだね、そう、本当に初期の頃なんだ、ね、マジで初期。いや、歌披露よかったんだけど。いや、ガチで歌披露は考えたでしょ。2択で考えてたんだって。そう、俺2択だったの。あー、じゃああったんだ。あったあった、あった、どの道見つかってた。はい、ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よーせーの、アリュー。動画見てくれてありがとう。セガマリー、ツイッター、インスタフォロー、やってもネタで登録者1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、アリュー。